フェザー級王者が再び王座戦線へ扉をロックします。牛久潤太郎、情けないなっていうか、スタンドでは有利やったかなと思ったんですけど、組まれたらキープされてる時間が長かったんで、まだまだ足りないなと思いましたね。組の対応力やなと思うんですけど、自信を持って挑んだ一戦やったんで、それが通用しなかったっていうので、先が気が遠くなってますね。悔しいですね。武田浩二 VS 萩原恭平。